心の一日5分で幸せを感じる方法論小林すべてを受け入れくよくよせずあるがままで生きれば幸せで楽な人生30年映画 人生のシナリオを楽しく演じる。テレビの普及や衛星放送の充実により映画になるものはよりドラマチックにより奇想天外により波乱万丈によりスペクタクルに映像化されるようになりました。ですからテレビがなかった時代に作られた映画よりも現代の映画は より刺激的にスリリングにドラマチックになっているような気がしますところが私たちの身近にはもっと楽しくドラマチックでスリリングでダイナミックな映画が存在するのですその映画はストーリーが波乱万丈で結果の予測がつかない次から次に事件や出来事が起き登場人物はたくさんいて しかもその登場人物は一人一人が実に個性的で面白く楽しい。不思議で魅力的でミステリアスな人たちばかりです。さらにその映画は非常に進んでいて立体映画でもある。コーヒーからは湯気が立ち上り、それに手を出すとカップがつかめてそのコーヒーを飲むこともできる。 みずみずしいみかんがあれば手を出してつかみ食べることもできる美しい山を見て登りたいと思ったら登れるし美しい海を見てその海水に浸かりたい触れてみたいと思えば浸かることも触れることもできるのですまさに立体映画もちろんこの映画はカラーで 色もリアルで美しいそんな素晴らしい映画が無料ですそして主演も監督も脚本も全て自分平均寿命が80歳とすればそんな楽しく素晴らしい映画が30歳の人なら50年50歳の人なら30年なお続きます映画の題名は 我が人生眠るとき映画はとりあえず今日の分を終わります目を閉じると続くと出る翌朝目を覚ますと続きと出て一日が始まるさらにこの楽しい長編映画をさらに活発に楽しくする方法があるのですそれは不平不満愚痴泣き言 悪口、文句を言わないといとと。うこ偶然に起きているように見えることでも実は偶然ではないらしい。自分が生まれる前に自分のシナリオやスケジュールを書いてきているようなのです。その自分の書いたシナリオに対して呪いの言葉を吐いたり恨んだり感情的になったりするのは意味がありません。 自分でシナリオを書いたのですから誰かを恨むのも宇宙を呪うのもみんな筋違いのことです。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を口にしないで3ヶ月から6ヶ月すると個人差があるようで人によっては3ヶ月くらいから人によっては6ヶ月ほどかかります。 にしてきた言葉の総量に比例します宇宙からこれをしてくださいという提示がきますその提示に対して素直に従ってみる不平不満愚痴泣き言悪口文句を言わなくなっているので提示されたことに対して文句を言ったり得るものが少ないと不平不満を っったりするるここととはなくなくていることでしょう提示は例えば PTA の役員をしてくださいというものであったり町内会の落ち葉掃除雑草取り替えに参加しませんかというものであったりあなたに会わせたい人がいるんだけどというようなことですたまたま仕事を辞めて無職でいる時ならこんな仕事があるんだけど こんな人を探している会社があるんだけど、というような話が飛び込んできます。直接会った時の立ち話だったり、電話が来たり、手紙が来たり、いろいろです。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句の5つを、私は5つの戒めとして、誤解と呼んでいますが、 その誤解を口にしなくなって3か月以上経っていると思える場合にはこの宇宙の提示にぜひ載ってみてください「宇宙の意志」これを「い」と言いますがその「い」に乗る「い」に乗るのを「い」乗りあるいは「い」乗ると呼びます。独立した文字が当てられてこの言葉は「 祈り祈ると書かれるようになったのですがそれはともかくとして宇宙の提示に従うお任せすることにすると今までの映画は突然さらに活動的にダイナミックにスリリングに急展開を始めるらしいのですその急展開は楽しさに満ちています目の前に現れる人 知り合いになる人が皆一人一人魅力的で面白い予想もしなかった方向に扉が開きそれがまたさらに次の展開を生んでというようになるようですそれもまたシナリオなのですがただし働きかけがあったからといって無批判に乗ってはいけないものもあります 一つは名称や教団名、あるいは身元を明かさない宗教団体です。先祖があなたに救いを求めている。世界の破滅が来る。あなたには悪い例がついているので除霊してあげよう、などというもの。結局は法外なお金を出させることが目的なので十分気をつけてください。もう一つは、 詐欺的商法ですネズミ公的な組織は法律的に存在しえなくなりましたがうまい話おいしい話にはくれぐれも気をつけましょう一言で言うと脅かす人や組織とありそうもない儲け話を持ち込む人や組織には気をつける。 つまりそういう話には乗らないこと。悪意を見抜く目も必要です。そうした悪意が入り込むことができない役割や仕事も世の中には存在するのですが、そうした宇宙の提示があったら乗ることにするのです。そうすると映画はとにかく楽しく面白く展開し始めます。ストーリーの展開はダイナミックで予想外。 今までの自分の映画には出てこなかった不思議で奇妙だがとても魅力的な人たちが次から次に現れるのですその展開を楽しんでいく拒否をしないと肉体的にはきつく忙しくなるのですが毎日がワクワクの連続です今日はどんな人が現れるのだろう明日はどんな事件が起きるのだろう と楽しく受け止めているといつの間にか社会の中である種の役割をこなし始めている自分に気がつくでしょう今までの人生を振り返ってみればシナリオライターが優秀かどうかわかります優秀なライターであれば後半の人生はもっと劇的で面白いものを書き込んでいるに違いありません 好きだ嫌いだでものを判断せずあるところからは流れの上に船を浮かべて下ることを考えてみるのですきっと楽しく素晴らしい30年映画50年映画が展開し始めることでしょう